皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、忙しい割には収益が上がらない先生のための儲かる時間術ということについてお伝えしていきたいと思います。いろんな先生とお話をしているとですね、割と忙しいとか、時間がないとか、体が5つあったらいいのにというお話とかをよく伺うんですけれども、確かに先生業は忙しいんです。私も班教室をやっていたからよくわかります。だけれども、その忙しさの中に埋没してしまっていて、その忙しさを少しでも解消する方向に向かって動くっていう時間を作る努力はしないといけないんですよね。で、その時に、どういうことをポイントに時間を作って収益化していく体質、忙しい貧乏暇なしの状態から脱却していくために何を優先していくのかっていう、時間の使い方と、あと行動計画の立て方ですかね。このあたりをちょっと今日はポイントでお話をしていきたいというふうに思っております。はい、そうしましたら本題に入りたいと思います。まずですね、教室の先生の傾向として、何が忙しい状態になっちゃってるのかっていうと、まず時間の使い方が大きく分けて2つあるんですよね。メインとしてまずレッスンをやっている本当の実動稼働の時間と、あとは集客活動、要はレッスンとかに人が来てくれるようにしなくてはいけない集客活動で、この集客活動もイベント的なものを一気に集めるようなキャンペーン的な集め方をする集客活動の時と、長い長期スパンで人が来てくれたらいいよねっていうファン作りの集客活動と、2種類あるんですけれども、このあたりのバランスを取っていく必要があるんですね。で、大体忙しくって儲からない先生っていうのは、このレッスン時間とか、この実際のレッスンのところにかける時間がすごく多い。時間が多いっていうのは、いいレッスンを作ってるっていう意味の時間が多いんじゃなくて、無駄な作業が多いっていうことで時間をロスしてしまっている方が多いっていうことなんですね。で、具体的に言うと、例えば、単発レッスンばっかりやってる先生は当たり前だけれども、毎回レシピを作り、毎回集客をかけるっていうことになるので、ダブルで時間がなくなっていくんですね。で、例えばレッスンを体系的に作り込みをして3ヶ月とか6ヶ月とかに組み込むことができれば、1回に集めなくちゃいけない告知の量は3分の1とか6分の1に減るわけですよね。まずです。こちらの値段が高くなるから集めにくくなるハードル云々っていうのはさておきです。時間のことをまず考える。で、あとレッスン内容に関しても、その毎回毎回違うものを使い捨てのかのようにいろんな人に教えていくとごめんなさい、長くいてくれる人がいるとずっと永遠に作り続けないといけないですよね。で、長い人がいてくれるのは嬉しいんですけれども、そのいてくれる方のために作ったレシピを他に使うっていうことは、やっぱ新しい人を入れながらそのレシピを使っていくっていうサイクルを作っていかないと、永遠にレシピ作り続けることになるので、試作の手間とか、新しいまた材料を買ってっていう手間とかが当然かかってきてしまいますので、この作ったレシピを例えば新しい人に教えるっていうのは、もちろんスタンダードな感じなんですけれども、動画販売とか、自分が毎回毎回時間を使わなくてもいい仕組みの中で販売していくっていう二次転用ですね、電子書籍に出して販売してみるとか、いろんな方法あるんですけれども、そういう一つやったことで2個3個収益とか売り上げを立てられないかって思って動くっていうことが必要で、究極はやはり自動販売機的に置いておけば売れるっていう物販が一番いいですよ、最終的には。だけれども、いきなりは売れないので、今ある作業の中でお金に変えることができるような手間をかけずにですよ、そういうことができないかっていうのを考えて、それをやる活動をする時間を作らないといけないですね。だから時間追われすぎてるとダメなんです。で、時間がないって言ってる方は、だいたい 100% から 120% の自分のキャパシティを超えた時間の組み方をしてしまって、そして結果
新しいことを考えられないっていう状態、あとは突発的に入ってくる嬉しいいいお仕事とかもつかみ損ねる。なのでその突発的なものとかにも耐えられるような仕組みをもともと作っておく。だから少し余力を残しながら計画を作っていくっていうことをしなくてはいけないんですね。でそのまとめていく仕事は作れないのかっていうことです。なのでよくある器用貧乏みたいになっちゃう先生のプランとかを見てると、とにかくレッスンの数が多い、あの種類が多いんです。あの1個のレッスンが30回やるのはいいんですよ。30個のレッスン1回とかってなくないですか、まあ、ないんですけど実際。でもね10とか15個ぐらいとかはね普通にあるんですよ、単発レッスンとかも入れると。そうすると非常に効率が悪いし、あと材料の仕入れ、通販で買うにしてもバラバラのものを毎回買うことになるので、その発注デマとかそういうのも全部関わってきちゃいますから、それを少しでもまとめるためにっていうことで、どこかの段階で多分講座整理をしなくてはいけないです。で講座整理の方向性っていうのも何通りかあって、その大切なね、もちろん生徒さんがいるから続けたいっていうのはもちろんわかるんですけれども、どこか自分がもう一段上のステージに行くときにはお別れする時期が来るときが来ます。だからそれがいつなのかっていうところを自分で見計らってほしいんですけれども、あのやればやるほど年数が長くなればなるほど大事な生徒さんって増えていくので、ますます自分がこう変わるチャンスを逃すケースがあるので、どこかの段階で上に行きたければ、自分がまた違うステージに行きたければ、何かの別れは来る時があります。これは辛いんです、辛いんですけれども成長のために必要な時があります。で生徒さんにしてももちろん長年通うっていうことでいいケースもあれば、その方がまた違うところに通ってもっと違う世界を見ることができるっていうチャンスも逃してる可能性もあるんですよね。だからあの、まあ、2つねダブルで通ってくれればもちろんそれでもいいんでしょうけれども、そのあたりの感情と実務の整理っていうのを少ししなくちゃいけないので、場合によっては結構レッスンを間引いたり減らしたり廃止したりとかいろいろ整理をしていく必要があります。これが結構できない先生が多いです。客観的に見られないから、感情が入ってきちゃうから。じゃあ私はどういう指針でやるのかっていうと、その人が望んでいる生活パターン、まあ、収益のパターンも含めてなんですけど、そこに合わせて削るべきところと削らないところを決めていく時があります。よくお話しするのが、この仕事は収益を稼ぎたいのかボランティアでいいのかってどっちっていうのを大体よく聞きます。まあ、あんまり稼げてないあの部門なんですけどね。だけれどもそれは他で収益が立っていて、その人の心の拠り所だったり生きがいだったりするお仕事だったら、それは やめちゃダメなんですよ。だから他で稼げばいいっていうバランスを取ります。なのでそれをやめて、あの心がギスギスしちゃって稼ぐだけになっちゃうと心が疲弊するタイプの方もいらっしゃるので、そういう時にはそれを残す時もあります。あとこの金額で稼ぎたくって時間も頑張りたい、ここなかなか難易度が高い狙い方なんですけど、家族との時間があるから月に何回までしかレッスンができない、その中で収益を最大化したいということになれば、最大化したい少ない日数でっていうのがミッションになるので、単価が高くって粗利率が高い口座から残していくことになります。そうするとあの将来の身になるような、安い口座残してもいいんですけれども、中間ぐらいの口座なくするっていうこともありえます。または3段階で組んでいて、上中下みたいな価格帯の設定のものをバランスよく持っておいて、一番稼いでもらうのは、まあ、ミドルの形で、高額のはちょっと入ってくると嬉しいみたいな雰囲気で組んでいくこともあります。まあ、例えばパレットの法則みたいなのを使うと282みたいな、ごめんなさい262みたいな、ね、感じの割合で組んでいって、中間ボリュームのところに頑張って稼いでもらうみたいなやり方もできますし、翌年以降にはこの口座が育ってきた、この人たちが育ってくると大きく跳ねるから、今年は頑張ってこのボトムの層を広げていこうっていうやり方でも全然ありなので、要は生徒さんに言われたから口座を作るで当たり前で売れちゃうんですよ。生徒さんに言われたから作る口座だから、
でもその人たちが一回こっきりで終わっちゃったら、作る手間と内容から考えたら作らない方がいいことになっちゃうんですよね。だから当初のうちは人気になるためにその講座、言われたものを全部作るっていう、戦略も悪くはないんですけれども、それよりは自分が本当に本心でやるべきことをきちんと外向きに発信をした内容に合わせて、その先生だからこそ習いたいみたいな人をきちんと集めるっていう、この辺りがね、できるかどうかが結構ポイントになってきます。そうするとその自分がやっていきたい講座、コントロールしていきたい講座に人が集まる形になるので、時間も収益もだいたいコントロールしていくことができるようになるので、そこを目指してほしいなというのがまず1つ目の考え方ですね。でもう1つは、自分にしかできないことを自分がやるように心がけるっていうことです。これ先に稼がないといけないんですけどね。卵か先か鶏かっていう、どっちかみたいな話に近いような話なんですけど、要は自分にしかできない仕事を自分がやるっていう感覚で言うと、何かの入力とか、右から左への事務的な入力とか、そういうものっていうのはやり方さえ教えれば自分でなくてもできますよね。私なんかは経営の数字のやつは、大きな数字の分析は自分でやりますけれども、入力そのものは事務の営業事務の人にお願いして、そちらをやってもらってます。単純作業で自分でなくてはいいものは、お金を払ってでも人に頼んだ方がより売上は上がっていきます。売上が上がらない人で、時間がどんどんなくなる人って、これが思い切りができないんですよ。私も最初そうだったんですよ。自分でやった方が早いし、お金出ていくのもったいないしとかね、やっぱり思ってた時期があって、当初。だけどそれを思い切って手放して、人にお金を払うっていうことは、それ以上に自分稼がないといけないから、それで馬力をかけてですね、稼ぐようになるとますます売上が上がって、もっと時間が作れるようになる。でさらにもっと難しいかなと思えるものを、プロフェッショナルの人にその仕事を渡していくと、もっと成果が上がるようになって、また売上が上がるみたいな形なので、上がり始めたら、お金が少し潤沢に回り始めたら、贅沢に使っちゃわないで、そういう事業投資をしながらどんどん大きくしていくっていう考えを持った方がいいです。あまり稼いでこなかった先生がですね、たまにこうちょっと大きい、講座がね、ポンポンって売れちゃって、ちょっと嬉しくなっちゃって、いっぱいいろんなもの買っちゃって、そしてお金がなくなるみたいなことを割と繰り返すタイプの方もいらっしゃるんですけれども、儲かった時は投資し時なので、例えばいつも思っていたパソコンのスペックが悪いから遅いから効率が悪いっていうんだったら、スペックが上がるようにやったらいいでしょうし、ホームページ自分で作ると3ヶ月かかるけど、プロフェッショナルな人に頼んだら1週間とかでもしかしたら終わるかもしれないとかって言ったら、それがたとえ高額だったとしても、それに見合うお金を稼ぐと決めて動けば、そちらを払えばいいだけの話になるので、そういう形でどんどんお仕事を減らしながら売り上げを上げる。で、その時のポイントは、自分にしかできないことはどこなのっていうのを、内容分けないといけないです。で、あとかつ自分が好きじゃない仕事はどれみたいな、苦手なこと、パーフェクトじゃないですよ、人間。私は数字も扱うし、事業部長もやってましたから、細かい数字も見るんですけど、入力は嫌いなんですよ。わ かりますかね、この感じ。入ってきているデータがどういう意味なのかっていう、数字の持つ意味を分析して、未来に向かってどう動くかを考える数字を作るのは好きなんですよ。だけど、その結果として出てきている数字が、こういう結果が出ました、それを分析するためにデータ、例えば、何でしょう、消耗品買ったいくら、これを買いましたいくらみたいなのを入力する作業は嫌いなんですよ。だからそこはお願いする、お金を払っても嫌いで苦手だからです。分析はします。で、分析は逆に言うと、入力してる人は分析できないです。なぜならば、ちゃんと戦略を持ってその数字を作ろうと思って動かしてるのは私だから、私の頭の中にそれが正しい動き方なのかどうなのかっていう判断基準が入ってるから、これ人に任せられないところになります。
であと嫌いじゃないことでも時間のことを考えたらお金を払って人に頼まなくちゃいけない作業もあるんです。それがですね私の場合だとウェブ制作なんですよ。好きなんですよデザインとかで没頭しちゃうんですよ好きだから。だけど時給単価とか自分が本来やるべきことを考えるとそれを伝えてよりよく作ってくれる人がいてしかも早く作ってくれるんだったら好きな作業をやりたいっていうのは趣味的にやっぱりやるような時にやったらいいかなみたいなのとどうしても誰かが捕まんなくて急いで作んなきゃいけない時にはスキルがあるからまあ作るかみたいなそういう感じのやり方なんでウェブデザインは好きなんですけれどもお金を払って人に任せます。はい、そういうのもあるんですよ。だけどできない人とできる人っていうことだったらできる方がはるかにいいです。なぜならばほぼ同等の立場ないしはある程度知識が分かってる状態でこういうふうにしてほしいっていうお願いと指示を出すことができるのであんまりこう狂ったものが出てこないっていうのがありますから知識はないよりあった方がいいです、はい、でそうやって切り分けていって本当に本当に自分がやらなくちゃいけない仕事お金を払ってここは切り離すべき仕事っていうのを手放していかないといつまで経っても忙しさから逃れられない収益も実は上がらないんですよ。不思議なことにこれは私も本当不思議なんですけど本当に1万円とか2万円とか払いながら人を雇ったりとかね、まあ、3万5万10万とかいろんな種類によっていろいろあるんですけど払うって時間を作れば作るほどいろんなアイディアといろんな企画を思いついてまたそれの作業をやってまた集客してってやるとやっぱりねどん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 売り上げ上がっていくんですよ。これを分かり始めたの3年前ぐらいからです。それぐらいからちょっと痛いけどでも払ってお願いしようっていう風にやり始めるとうまく回るから当たり前だけどそれ以上の収益が入ってきますのでまたもっと投資するかまた違う人もう1人頼んでたの2人頼んで2人を3人にしてってどんどん人数増やしていくとできることがもっと増えていくんですね。それでね分かったのがだから私と同じ人間は作れないんですよ。経験値が違うから。だけど脳みそは1個なんです。ということはそれを再現できるないしはそれに近い状態のものを作ってくれるパートナー外注さんをどれぐらい作れるかっていうのは非常に大事なポイントかなっていうふうに思ってるのでもったいないと言って頼めない人の方がもったいないことになります。時間もお金もそこを割り切ってやっぱねお金って世の中の循環なんで稼ぐし稼いでもらうっていうふうにお金回した方がいいです、はい、だから自分でお金出すのがもったいないからってやることの方がよっぽどもったいないです。なぜならば、まあ、陳腐な言葉ですけどタイムイズマネーなんで時は金なりっていうねむしろお金より時間の方が価値は高いです基本的に、はい、ご自身がね生きてる時間どれぐらいっていう話を考えてもですね1年の時間なんてあっという間に過ぎてしまいますし時間とタイミング逃すと売れなくなっちゃうものって結構多いんですよ。特に最近スピード社会激しい感じなんで今リリースすれば簡単にすごく売れるのに1年後になったらもう見向きもされないっていう商品なんて山ほどあるのでタイミングを上手に捕まえることができる人の方が楽に集客して楽に売り上げが上がるんですね。だからタイミングが悪い先生って本当に悪いんですよ。あの時リリースしてれば簡単に売れたのにっていうのを1年半後にリリースするとかそれは自分でチコチコずっと頑張ってやってやっとできましたみたいなタイプの方です。逃したら売れないんですよ。お金を払ってでも組み立てちゃって売っちゃった方がその時のタイミングを逃さない方が楽に売り上げが上がることなんて山ほどあるので時流に乗るっていうのはまあそういうことなんですけどね。だからそういうタイプの先生は稼ぐことがまず第一ではあるんですけどもある程度稼げるようになったらもう人に仕事を渡しながらどんどん自分にしかできないことをする。ですから先のことを考えながら動くっていうためにも自己投資ですね自分が学ぶこととあと本を読んだりとかっていう時間も作った方がいいです。これ意識的に作らないと作れないので。なので日々の作業に追われててなんだか疲れて一日終わっちゃったっていうタイプの人は要注意です。2年後3年後とかどんどん売り上げが下がります、
日々忙しい中にも先の仕事を常に一緒にやってるタイプの人は伸びていくんですけど、忙しさに忙殺されると当たり前ですけど先のビジョン見てないので、その日暮らしにほぼ変わらないから、自分で自発的に組み立てをしていない分社会が変わっちゃう。例えばコロナ禍みたいな突発性の出来事、震災とか人災も含めてですけどね、そういうものがあった時にすぐ崩れます。普段から作ることを慣れてる人は、その時に臨機応変に対応して組み立て直しができるので、その訓練をやっといた方がいいっていう感じです。ということでまとめますと、忙しい割には収益が上がらない先生のための儲かる時間術。まず1つ目は、その自分のリソース、自分の時間の中で自分の願いに合わせた一番大事なものは何かっていうのを先に決めて、それに合わせたレッスン計画とかを組んでいくっていうのがまず一つ目です。ですから先にどういう人生を送りたいのかを決めないとそれ組めないんで、お金を目指したい人はお金が儲かる方法だし、時間、家族との時間が大事っていう人はそういう時間の組み方になっていきますし、まあいろいろです、人によって。そこを目指していく。で、二つ目が、節約術っていうことで、自分で全てやろうとしない。必要なところは外注さんに頼む。で、自分がやらなくてはいけないのは、自分しかできない仕事は自分でやるっていう、このあたりの区分けを上手に整理していって、時間を作っていただければなっていうふうに思います。ご参考まで。それでは。